本日紹介する作品は赤川砂岩さんの屍と花嫁という作品です。アン家には兄のジンと弟のリーという腹違いの兄弟がいました。二人は次期当主の後継争いで対立しており、現当主である父の寵愛を受けていた弟のリーは氷華という女性と政略結婚をすることになるのですが、その婚礼の儀の最中、氷華はジンの一派の人間に毒を盛られてしまい、それに気づいたリーはジンをその場で殺害。氷華は一命を取り留めたものの、毒の影響で人前に出られない顔になってしまったとのことでした。そんな凄惨な事件が起こった後のリーと氷華を描いていくのがこの作品なんですが、1話を読み進めていくうちに物語に対するある違和感が顔を覗かせてきます。人前にさらすことができない顔になったと作中で言われていた氷華なんですが、1話後半で登場する彼女の姿はとても美しく描かれており、また一見すると彼女が男性であるかのような描写も見られます。そんな氷華に対してリーは間違いなく自身の妻として接しているのですが、あなたを愛していると口にするリーの振る舞いにもまた不自然な点が見られます。そんな数々の違和感が物語を読み進めるうちに少しずつ解消されていき、気がつけば二人の愛の物語へと収束をしていきます。ストーリーは細部まで綿密に組み立てられていて、それでいて物語の最後の最後まで仕掛けが施されている。初めから終わりまで全てが一冊に美しくまとめ上げられた、そんな作品です。興味を持っていただけた方は概要欄のリンクから試し読みを読むことができますので、そちらをぜひチェックしてみてください。